1分早い、1分早かった。ヤッホー、ヤッホーヤッホー。そう、なんか今はカキカキしてるから、あれですね、画角が違うんですね 画角っていうか部屋っていうか 本当にすみません、この2日間配信がなかったんですけれど、結構本当に体調崩しちゃって 申し訳ないですが、そう、壁がクロちゃんさんと一緒じゃないやつです。そう、そう、でも今もう万全完璧、私が体調崩してる間にいろんなことが起きまして、そう、そのいろんなことについて話そうかなって思うんですけど、もうね、もう完璧、私今完璧な状態で配信にいるので そう、お礼配信のね、名前を書いていたんでございまして、そうなんです。だからメッセージカードをね、買いに行こうって思ったんだけど行けなくて だからなんて言うんですか、メモ帳みたいなやつになってしまったんですけど、すみません本当に。はい、で今ね、なんか時間絶対書いてるの使っちゃうなと思って、書いてると時間めっちゃ使っちゃうなと思ったから、71まで、お名前と一言コメントを書かせていただいていまして、そう、こんばんは、こんばんは、ダメだ、こんばんはしか言えない、どうしよう、こんばんはじゃないんだよね、まあ、たくさん本当にギフトありがとう。じゃあいきなりですが 100位、書いてる時にお話しようかなと思って、でめっちゃ長いな、あ、そっかそっか、70位までとか終わるまで みんなが飽きるまでやりますね。じゃあ今切り取らせていただいたので、これさ1枚ずつチャットに載せていいよね、多分いいよね、載せますね。はい、じゃあいきなり いきなりですが100位で、はい、じゃあ100位、エドウィンさんありがとうございます。本当にたくさんの応援ありがとうございました。見えますかね、見えるかな、エドウィンさんいらっしゃるかな たくさんの応援ありがとうございました、本当にありがとね、本当にこれからもよろしくお願いしますということで、これはチャットにも載せさせていただきます。じゃあ次99位の方で もうメモ帳だからさ、こうやってペリペリしてるの 本当に本当に それではいきます。はい、99位、ななしまるさんありがとうございます、ありがとうございます、たくさんの応援本当に、なんてかい、これからの配信も見てくださいね 今日だけちょっとチャットがすごくなってしまいますけど、どうか、はい、じゃあこれはこのままいきますね、いきます。98位、レナさんありがとうございます、レナさんありがとうございます そう、これからの配信もぜひ見てくださったら嬉しいです。これはね、レナさんだけじゃなくてみんなにも言ってるんだけど レナさんに言います、ありがとうございます、ぜひ。じゃあいきます、次は97位のクジラちゃんさん、ありがとうございます。あ、待って、
クジラちゃんになってる。3つけるの忘れちゃった。ちょっと今3って書きますね。ごめんねクジラちゃん3 はい、クジラちゃん3、ありがとうございます。たくさん応援、これからも配信ここで待ってるのでよろしくね。ありがとう。いきなり過ぎたかな。ちょっとなんか挟みますかトークみたいな。なんだ、笑いすぎると、引き笑いしすぎるとこの気管支に空気が入って、はい、あのあれですね、何がいいですかね。でもあの2日前の鼻声は治った気がします。あ、じゃあ10位ずつで MC 挟みますね。はい、じゃあ行きまーす。まだ91位を読み上げた。91位よってなんか私あれじゃないな、あのあれじゃなくなっちゃったな、イントネーション分かんなくなっちゃったな。90位の前、91位をの方の方までお読みしたらあの MC を挟みます。はい、じゃあ行きます。96位ふなふなふなしさん、ありがとうございます。これふをね3回書くのってなかなかないことで、そう、私ふってめっちゃ好きで、そう、ふを書くのがすごく好きだからすごく書けて嬉しかったです。素敵なお名前ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうね。チャットにもこのこれを載せます。やばい、どうしよう、なんか滑舌を忘れてしまった。よし、じゃあいきます。95位、お金の曲さん、ありがとうございます。ありがとうね。これからはね、お砂糖として別れの曲アットお砂糖として配信見てくださいね。よろしくお願いします。ありがとうね、たくさんカッコでくくってるのがすごく素敵、ありがとうございます。ありがとうね。すごくなんか変な配信なのかな、他の人から見たら。なんかすごくさ、今ね日の光も当たってる状態なんですよ。日の光、日の光っていうか、あの待って、まだ MC 挟まない。まだ MC 挟んじゃいけない。じゃあいきます。94位、ルルさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ルルさん、ありがとう。はい、ルルさん、ルルちゃん、ルルさん、ありがとうございます。ありがとうね、本当に。これからもぜひ配信見てくださると嬉しいなって思います。見守ってくださるとって書いてある。見守ってくださったら嬉しいです。ぜひよろしくね、またね。ありがとうございます。それでは次、93位です。93位、 OTGP さん、ありがとうございます。いつも本当に配信見てくださってありがとうございます。これからもね、あのひろかっぴのことよろしくお願いします。ぜひ。すごいなんか変な振り方になってしまったけど、なんかすごい手相が分かりやすいな、やだな、恥ずかしいな。これからもよろしくね。あ、ありがとう。本人がいらっしゃる本人がいらっしゃいました。ありがとうございます。これからはね、ひろかっぴもよろしくお願いします。またね、ありがとうございます。ありがとう。それじゃあいきます。92位、ご本人が本人です。ありがとうございました、本当に応援ありがとうございました。これからも応援よろしくお願いします。配信を気軽に見てくださったら嬉しいです。それじゃあ92位いきます。ニックネームさん、ありがとうございます。あのね、これ言いたいことがあって、このニックネームのねが、ねじゃないね、伸ばし棒、これ普通の伸ばし棒なんだけど、私も癖であのうにょうにょにしちゃって、なんか勝手に私あの名前をね変革させてしまって本当にすみません。
すみません、変革させてしまいましたが、はいはい、うにょうにょじゃなくて普通の伸ばし棒なので、はい、それだけすみません本当に、もう癖でやってしまいました。これからもでも見てください、よろしくお願いします。それでは次いきますね。91としさんありがとうございます。ありがとう、いつもね劇場でも見ていますが、これからもぜひここでお会いできたら嬉しいですぜひよろしくお願いします。お砂糖になってねそれじゃあありがとうございます。これもねまたチャットに載せますので、よし、じゃあ91位が終わったということなので MC MC を挟みますね。一旦 MC タイム、何話そうかな。あ、じゃあまず本当些細なこと、今すごくね日の光を浴びて配信してるんだけど、久しぶりに日の光じゃないですか。久しぶりに日の光久しぶりな日の光で、私ずっと部屋もよくね配信も夜にしてるし、こうやってなんだろう自然光で配信するのなかなかないから、すごくレアだなって思っていただけたら嬉しいですそうでもね、私この時間から配信してこの日っていうの決めてたから、今日で1位までやるつもりなんだけど、みんなそれを望んでないですかみんなそれを望んでないですか。でも別に新潟晴れてるわけじゃないしな今日晴れてるかって言われると晴れてないんだけど、でもなんかね、うん、晴れてるでいいのかな曇りそう曇りなんですけど、そうまだね70位までの方しか書いてないから、そこからはもう MC を挟みながらのお話になってしまうんですけど、いいですかね長くなってもいい、あ、よかった、一回ね、じゃあそのままいきますね。それじゃあいきます。90位、ゆかりさんありがとうございます。ゆかりちゃんかな、ありがとうございます。本当にこれからねひろかっぴのこともぜひよろしくお願いします。絶対だよよろしくね、ありがとうございました。本当にたくさん応援ありがとう。あれかな、7時からギガギガフェスが多分あると思うので、その7時までがデッドラインデッドラインで、あ、6時半からデッドライン、6時半までデッドラインでできるだけやるできるだけやれるまでやります。じゃあ次いきますね何時間そうだね、二部制とかになってしまうかも。そうだね、よし、それではいきます。89位、星色さんありがとうございます。いつも応援ありがとうございます。本当にありがとうございます、たくさん応援ありがとうございます。これからもね配信見てくださったら嬉しいなって思います。本人はいらっしゃるかなこれからもよろしくお願いします。待ってます。あ、フォローしてくれてありがとう。それじゃあ次、なんと88位の方でーす、そうだね、5050とかにしないとね、そうだよね、5050とかにしないとみんながもう飽きてしまう88位のポンコタさんありがとうございます。88位、おめでとう多分みんな88位を狙ってるわけじゃないと思うから、勝手に私が88位おめでとうって言ってるだけなんだけど、これをね機に
佐藤ひろかのことを知っていただけたら嬉しいなって思います。角砂糖も書いてみました。ちょっと羨ましい。全然全然そんな88って言ってるだけ、角砂糖が角砂糖が88って言ってるだけなんで、はい、でもポンコタさんこれからもね見に来てくださったら嬉しいです。ありがとう、ありがとうね本当に。じゃあ88は心に留めてくださいね。88を取ったよっていう全然レアなのかな。もうさ、これから毎日の配信でさ88位の方お読みしようかな。じゃあそんななんか羨ましい羨ましい、嬉しいなそれは。でもね、私もね自分で88位めっちゃ狙う節、狙う癖あるんですよ。まあダメダメダメです。だから MC は10位ごとってダメです、はいダメダメです、はい。じゃあいきますね。87位、山田のピクチャーさん、ありがとうございます。ね、いつも本当にありがとうございます。見に来てくださっていつもね、初見ですって言ってくださる方かな、いらっしゃいますかね。なんかさっき見た記憶ありますけど、いないかな。さっき見た記憶あったけどいないかな、いないかしら。ありがとうございます。これからもね配信見てくださったら嬉しいです。応援待ってますね。ありがとうございました。本当にいらっしゃるかな、いないかな、いらっしゃると思ってたんだけど、ありがとうございました。本当にありがとう。あ、すごい静かすぎる静かすぎる。何、虹、ありがとう、初見なの、ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい虹が、虹がちょうど私の顔にこうかかりました。ありがとうございます。すごい静寂って言ってたら虹がかかりました。ありがとうございます。ちょうどこうありがとうございます、ありがとうね本当に。じゃあそれじゃあ次いきますね。86位、白いアルパカさん、ありがとうございます。ありがとう、本当にたくさんの応援ありがとうございます。いつもね配信見てくださってありがとうございます。これからも配信見てくださったら嬉しいなって思います。はい、いや、いっぱい話したいことがありますね話したいことが、次話したいことありますね。次話したいことでしょ、いっぱいあるよMC をね挟まないといけないんだけど、あ、挟んじゃいけないんだけど挟みたいですね。はい、いきます。じゃあ次、85位、イングラムさん、ありがとうございます。でたくさんいつもコメントをしてくださって、そのコメントのおかげでたくさんね盛り上がって配信できるので、これからもたくさん楽しいコメント待ってますいらっしゃるかな、いらっしゃらないかな。でもまた配信待ってますね。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうねありがとうございます。よし、まだあと5人感謝を伝えますね。それじゃあいきます。84位、小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。素敵なお名前で、そう、メロディーをね書くのすごい好きでした私。恋をね書くの私苦手なんだけど、恋っていう漢字書くのめっちゃ苦手なのなんだけど、メロディーは好きでそう、恋っていう字難しくない、なんか私恋っていう字めっちゃ難しいと思ってて、そう、めっちゃ苦手苦手そうなんです、はい、ありがとうございます本当にあ、そう、変とかなんか上にボリュームがあるやつ、横、こっちとこっちで分かれてるよりもこっちとこっちで、なんだろうな、重要の用とかも苦手重要の用っていう字めっちゃ苦手で、要っていうかなんて言うんですか、そう重要の用っていうと伝わるか、そう、
めっちゃ苦手なんですよ、ああいう字苦手だなと思ってた。でもメロディーを書くのがすごい好きだったからありがとうございます何に感謝したんだろう。あの本当にいつもこれからもね配信見てくださると嬉しいです。ありがとうありがとう。それじゃあ次、はい、83位、リンさんありがとうございます。ありがとうね、本当にこれからもね配信見守ってくださったら嬉しいなって思いますすごいね、ありがとう。リンのリーをね、私こっちタイプなんだけど、リーこっちタイプなんだけどさ、分けて書く方とさ、つなげて書く方いらっしゃるじゃないですか。私はつなげて書くタイプです。すごい文字の話ばっかしちゃうそう、つなげるタイプです。はい、そう、読めるかな、読めない字になりやすいかもしれないけど、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そう、リって書くとさ、カタカナのリもあるじゃん。だから、あ、でも別にひらがなのリってこれ跳ねるじゃないですか。だからあんまりいっか、うん、やめようこの話はい、じゃあ次、82位、みずきさんありがとうございます。でいつも配信見てくださってありがとう。これからもぜひね、変な配信ばっかしちゃうかもしれないけど、ぜひ見てくださったら嬉しいです。あ、本人がいらっしゃる、ありがとうね。アイコンいつも可愛いと思ってましたアイコン、アバター、ありがとう本人、ありがとう、ありがとう本人、ありがとう本人様ありがとうございます。これからもねよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうね、みずきさんありがとうね本人にいらっしゃって嬉しいです。伝えることができてよかった、ありがとうございますそれじゃあ次、81位、文鳥さんありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。いらっしゃるかな、本人さんはいらっしゃるかしら。さあ、ありがとうございます、文鳥さん、ね、いつもね配信見てくださってありがとうございます。これからもぜひひろかっぴのことも押してくださったら嬉しいです。あ、いらっしゃる本人、ありがとうね、ありがとう。劇場もね、ぜひ来てくださいね、待ってますありがとう。それじゃあ、それじゃあありがとうね、本人ってなんかすごい、本人っていうか本人さん、ありがとうございます。これからもぜひよろしくね、ありがとう、よろしくね、優しくないよありがとうございます。それじゃあ MC タイムに行きたいと思いますそう、 MC タイムですが、なんだろうな、何話そうとしたんだっけな。MC タイムでしょ。あ、なんかこの2日の、あ、待って、マックの日のことについて話そう。そう、マックの、青いマックの日、明日10月20日は青いマックの日なんですけど、コードコメリー店さんと、あとバンダイシティ店さんのマクドナルドマクドナルドコードコメリー店さんとバンダイシティ店さんに明日私はお手伝い、チャリティーお手伝いをさせていただきます。ありがたいことに、ありがとうございます。はい、そう、皆さんがね、前、ちょっと前なんだけど、ドナルド・マクドナルドハウスさんって言っていいのかな、の方にも訪問をさせていただいて、すごく、なんだろうな、学んだことが多かったし、それで、あ、そう、リリカさんとルアさんとももちゃんも学んだこともありましたし、それをしっかりこう一緒に活動、ボランティアしたいなって思ったので、ぜひ明日は皆さんご協力よろしくお願いします
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、明日天気いいんだ。そっかそっか、ねえ、よかったです。すごいしんみりになっちゃったけど、はい、風が強いんだ。じゃあ皆さん暖かくして待ってますね。うん、そう、前回お芋をね、提供寄付なんていうの、お芋持ってで、そう、持って行ったんです、私お芋をね。すごいなんか美味しく食べてくださってるみたいなので、それじゃあ続きいきますね。どこまで書いてたかな。あ、ちょうどこれが MC コーナー最後かもしれない。70位の方からもう今その場で書くようにするから、はい、じゃあよいしょ、次いきまーす、いきますね。80位 P メガネさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごいなんかグワングワンした今で、いつも本当に応援ありがとうございます。いらっしゃるかな。そう、これからもね、ぜひ応援よろしくお願いします。ぜひ待ってます、ここで、この配信で常に待ってます、私は。ありがとうございます、本当にこれからもよろしくお願いします。よし、すごい、めっちゃ今いい音しました、メモ帳の。それじゃあいきますね。あ、ケーキありがとう。それじゃあ次、79位ポチさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ポチさん、いつもね配信見てくださってるの知ってます。今回本当にたくさん応援してくださってありがとうございます。これからもね応援してくださると私は喜びます。私はとっても心の底から喜びます。ぜひ皆さん、また皆さんじゃない、ぜひまた配信見てくださると嬉しいです。ありがとう、ありがとうね、本当に。それじゃあ次、78位ガタピスさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、これなんか88に続いて78だから、ちょっとね面白くしてみました。そう、いつも応援ありがとう。これからはお砂糖がお名前の後ろについてしまうでしょう。てんてんてん。お名前の後ろについてしまうでしょう。てんてんてん。ついてしまうんだと思いますよ。はい、今ガタピーさんはいらっしゃるのかわからないけど、てんてんてん。そう、読み方ホラーに行ってみました。ありがとうございます、本当に。それじゃあ次いきますね。それじゃあ7位からしさん、ありがとうございます。そう、からしさんっていう名前を見て、なんか世の中にからし色っていう色があるじゃないですか。からし色ってさ、本当にからしのまんまの色じゃないですか。いいよね。なんかすごいからし色を見ると秋を思い出すんだけど、そう、まんまだなって。なんかさ、なあちゃんがよくキャッチフレーズで言う、なんかなんちゃらなんちゃら色っていうのがあんまり理解できないんだけど、その何色なんだろうって想像がすぐできないけど、からし色ってさ、そのまんま想像できていいですよね。全然関係ない話。ありがとうございます、本当に。これからもね応援よろしくお願いします。ありがとう、本当にたくさんありがとうね。それじゃあ次いきますね。76位ウリハチさん、ありがとうございます。
さっき見つけたぞ私今コメント欄にいた気がします。いるかな、今いますかね。ふりはちさんありがとうございます。あ、いらっしゃった、ありがとうありがとうこちらこそありがとうございます。本当にね、いつもコメントありがとう、なんかすごく優しいコメントばっかり見るのでよく見ていますなんか語彙力どっか行ってしまったみたい私。いや、いつもか。そう、ありがとうございます。これからもぜひ待ってます。また待ってますねありがとうブリハチさん、ありがとうね、ありがとうございます。それじゃあ次いきます。75位ノームさん、ありがとうございます。ノームさんはいらっしゃるのかな、いらっしゃいますかね。ありがとうございます。あ、すごいケーキ、ありがとう、ありがとうございます。ノームさんよくね見に来てくださってるの分かっています、分かっていますやばい、なんか今日圧強いな、どうしたんだろう、なんかすごいなんか圧強い言い方しちゃう、なんか分かっていますちょっと待って待って、あの知ってます、知ってます、知ってます、もう圧強いな、なんだろうな、なんて言えばいいんですかね。配信これからもね、あの見てくださったら嬉しいですありがとうございます、ありがとね、ありがとうございます。なんか変になんか知ってますなんか怖いな、ロボットのなんか AI のさ、なんだ、なんだっけ、 AI じゃないわ、なんかさ最近流行ってる虎のやつわかる私あれ大好きで、お母さんから送られてきた時にもうなんかこんなにも面白いものあるんだって思ったものがあったんだけど、あのなんか虎でなんかなんだっけ、あなたの苦労を見ていましたみたいなあれ大好きで私、何なんだろうあれ、本当に面白くて好きなんだよねわかるかな、お昼だから眠くなってしまいました。虎のことを思い出したら眠くなっちゃった。そう、あれ面白いよねっていう話。それじゃあいきます。74位、みゆみゆ茶道部長さん、ありがとうございます。ありがとう、いらっしゃるかな、いらっしゃるよね、多分いらっしゃるかな、いるかしら、いるかしら、あ、いる、いるぞ多分、今ここでこの下のところで見つけたなんて言えばいいの、ここアバターがたくさんいらっしゃる部分に見つけました、ありがとね、あのこれからも、あ、いた、ありがとう、ありがとね、ありがとう、これからもね、あのお砂糖ぜひお砂糖として絶対絶対、あ、ダメだ、また圧かけようとしちゃった、ダメだダメだ、ずっとね、あの見守ってくださると嬉しいなって思います。ありがとね、本当に危なかった、絶対って言いとこ絶対じゃなく、ずっとありがとうございます、これからもねよろしくね、ありがとう、ありがとね。それじゃあ次行きます。ありがとう、ご本人様がいらっしゃってよかった。それじゃあ次行きます。73位、天使の脇前さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね、本当にいらっしゃるかしら、ありがとうね、ね、いつもね本当に配信見てくださってるの知っていますなんか今日何言っても強くなっちゃうな、ありがとうございます、ありがとうね本当に、あ、いらっしゃる、ありがとうこちらこそありがとう、うねうねだ、ありがとう、ありがとうございます。これからもね配信見てくださると嬉しいなって思いますよ嬉しいです、待ってます、ありがとうございました、本当にこれからもね配信見てね。それじゃあ次いきますね。あ、なんか危ない、よし、あ、初見ありがとうございます、これからも見てね、ありがとね。それじゃあ次いきます。ジャンジーさん、ありがとうございます、ありがとうございます、本当に
これからもね、ぜひ私の変な配信に、変だって言うとおかしいから、面白い配信に来てくださると嬉しいです。ありがとう、本当にありがとう。あ、いらっしゃる、ありがとう、かわいい猫、ありがとうございます。これもなんか書いてあるぞ、たくさん応援ありがとう、これからの配信も面白くすること約束します、多分多分約束します、ありがとう、これからも待ってますね、ありがとう、多分そう、ありがとうございます。これで先に書いておいた人の分はこれで最後ですね。はい、それじゃあ71ブルーさんありがとうございます、多分ね、そう、多分です。ブルーさんありがとうございます、ありがとうございます。いらっしゃるかしら、ブルーさんがね、これからはお砂糖ブルーアットお砂糖として配信に来てくださるのを待っています。ありがとうね、そういう意味のものがここに書きました、意味のものをここに書きました。はい、お砂糖をね全世界に広めていきたいと考えているので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうブルーさん、ありがとうね、これからもよろしくお願いします、ありがとう。一旦ここで終わりですかね。うんうん、うん、そう、ここからはそうなんです。あ、ありがとう、何、面白い女ありがとう、めっちゃあくびしてた時に面白い女ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。一回水飲むね、ちょっと喉をね潤すね。あー、おいしい。うん、じゃあ何の話しようかな。これはもうね、書きながら話すね、ここから。そう、水冷えてます。ここからは書きながらお話タイムです。はい、ここからは書きながらお話タイム変な話。これはね、後々プレゼントしてくださった方が多分出てくると思うんですけど、スタコレあるじゃないですか。スタコレが、あ、やばい、私書きながら話すの苦手なタイプだった気がする。2つのことできないタイプだった気がする。だからピアノとか弾けないタイプ。スタコレスタコレって書きそうになる。スタコレで、なんとレイヤちゃんのねレイヤちゃんのパックをいただきましてまさかのレイヤちゃんのパックをもらっちゃって。そうなんです、びっくりしちゃったんだよね。そのレイヤちゃんのパックをもらって、でなんかレイヤちゃんのスーパーレア引いちゃってそう、それをね、たまたまそれやちゃんに伝える機会があって、それやちゃんになんかファンの方から「れやちゃんのパックもらったんだよね」って言ったら「って言ってくれたまさかなんだっけ、他のところ他のグループにプレゼントできるの初めて知ったって言ってた。そうだから、私がプロフィールホーム画面みたいなところに、じゃあレアちゃんのあれ、レアちゃんのことホーム画面に設定するって嬉しいって言ってくれたそう、多分今見てくださったら多分分かりますよ。一回ね、私ミスって日向さんのアルバムを作ろうとした時に全部ホーム画面日向さんにしちゃったことがあって
そう、はい、書きました。じゃじゃん、70位、中曽根角栄さん、ありがとうございます。いらっしゃるかな、温かく見守ってくださると嬉しいですいつもね温かく見守ってくださってるのを知っているので、あのこれからも温かいすごい温かいコメント見るなってすごい思ってたから、あ、いらっしゃる、はーいはーいありがとう、ありがとうね、すごい温かいコメントよく見るので、これからも温かく見守ってくださると嬉しいです。ありがとうね、本当にありがとうございます。話しながら書けました、全然話しながら書けます。じゃあ次いきます。トレアちゃんのパックをいただいて、でその前にあの日向さんのアルバムを作ろうとした時に間違ってホーム画面のところから日向さんのことを全部設定しちゃってそう、日向さんのねやつを設定してしまって、すごい恥ずかしかったあれで、ずっと気づいてなくて、で自分で改めてなんか自分のプロフィールのとこ開いたら日向さんで、びっくりしちゃった日向さんのアルバムもまだ作ってないし、よいしょ、レイアちゃんロスだったんだけど、レイアちゃんと連絡取れたから一旦大丈夫かな。やばい、やばいぞ、静かになってしまうぞやばい、妖怪、静かになってしまうぞあー面白くない自分ではちょっと面白いと思ってたんだけど妖怪、静かになってしまうぞちょっと自分でつぼるのが一番面白くないって分かってるのに、はいやばい、ちょっと自分で面白いと思っちゃってるな妖怪、静かになってしまうぞやばい、変なツボ入ってた誰だもういいや、このまま流れでいっちゃおうはい、大丈夫大丈夫、戻った戻った、はい、いきます。69位、まさやんさん、ありがとうございます。まさやんさん、ありがとう。いつもね、劇場でもたくさん本当に応援してくださってね、青々のペンライトとうちわと、これからもね、ここでも劇場でもたくさんの熱い応援待ってますありがとうね、本当にありがとう、ありがとうね。いらっしゃるかな、いないかな、ありがとう、本当にありがとうね、ありがとう、こんにちは、こんにちは、ありがとうございます。なんだろう、何の話しよう。でもやっぱりみんなが求めてる話ってこれかなっていうものを今最後まで取っておいてたんだけど、ちょっと話の、なんだろうな、今圧が強いモード入ってるから大丈夫かなって思うけど、こんばんはじゃないね、こんにちは。そう、多分皆さんがね求めていることは私分かってて求めていること、5期生の話だと思うんですけど、私はねもうメールにつらつらとつらつらと紫式部のように書きましたが、多分気持ちは伝わったのかなと思いますが、伝わっているかしら。
そう、あのね、なんだろう、待って待って、私今こっちに集中したらってダメだ、私が今書きながらとか言ってたのに。よいしょよいしょよいしょ、はい、OK です、 OK です。なんかすごいさ、私ダサいんだよねポーズが、いちいちこれとかさ OK ですとかさまあいいや、はい、いきます。68、山岸浩一さんかな、ありがとうございます。はい、これも8ということなので、佐藤ひろかのことよろしくお願いしますっていうよろしくお願いしますっていうこのねことを書きました。よろしくね、本当にありがとう、ありがとうございます。はい、あと一回 MC コーナー挟んでいい？今5期生の話題今自分で振っちゃったから5期生のこと今自分で話題に出してしまったから、今一旦ね手をやめて、手をやめて、手をやめません、手を休め、書くのをやめて、お話ししたいんですけれども、5期生のことで、私すごいなんか、私が聞いたのはそのみんなが知った日と一緒なのね、5期生のオーディションしますっていうの知ったのはみんなと同じだから、なんだろう、難しいんだけど、難しいんだけど変だ沖縄の人になっちゃった、難しいんだけど、その時はえーってなったんだけど、そう同じタイミングだったのね、びっくりしちゃって。そうでもなんか冷静になれたの、その時、その時になんか自分たちの4期生の研究生公演とかも始まっていないし、あと公演にね出る回数もあんまりない中で5期生が入ってくるっていうことにすごく、なんだろう、心の準備ができなかったの。なん、え、先輩みたいな私先輩になっちゃうのかなって思ってたんだけど、あの運営さんの考え、私がなんだろう、すごい思うのは、なんだろう、日向さんだったりとか、それこそ大越さんも卒業されてしまうし、頼もしいね、今までの歴史を作ってきてくださった NGT48 を作り上げてきた先輩方がどんどん卒業されていくっていう中で、なんだろう、新しい風を入れないと、新しい光がないと、多分どんどん NGT48 の数が減るだけだから、そう早い決断で私は良かったかなとも思うけれど難しいね、なんだろう、こんなことを語ってしまうのは良くないけれど、そう私先輩なのって思うけど、でもちょっとまだ私は先輩として教えられることは何一つないって正直思ってて、そう正直一つもないなって思ってて、だけど私ねポジティブに変換できるんですよ、頭の中で。だから逆に5期生と一緒にいろんなこと学んでいってくださいっていうことなのかなと思いましたすごい敬語にするとさ、なんだろう、一気にニュースの番組みたいになっちゃう、ニュースっていうかワイドナショーみたいになっちゃうんだけどそう今のね時間帯にやってるようなそういうものになっちゃったんだけど、教えられることがないから一緒に学んでいくことが私のやらなきゃいけないことかなって思いますねそう
こうやって話すとね、よりそうなってしまうけれど、でもなんだろうな、こう規制が入るっていうことも踏まえて NGT48 はの未来がすごく想像するようになりまして、これからもやっぱりずっと愛され続けなきゃいけないグループだし、愛され続けるグループだから、そんなグループの未来を私はなんだろうな、すごく前向きに考えています。考えています。うん、でもそれは多分メール読んでくださった方は分かると思いますし、その5期生が入るっていうこのニュースを聞いて、すごく自分の中でも刺激刺激ってばっかり言ってるかもしれないけど、またそれは刺激になって自分の目標を叶えるためにどんどん頑張っていかなきゃいけないんだって思いましたね。それこそまずはね、研究生として、研究生としてっていうか研究生からの昇格と、あとこれからどんどん公園に毎日いるような人になるっていう目標をね、まず叶えて、それで外広かとしてソロ公演と、あと表題の単独センターも目指したいっていう気持ちもあるから、それをしっかり叶えてね、こうやって応援してくださる方がこんなにもいらっしゃるんだから、そう、そういう自分のことを一回考えたかな、今回5期生が入るっていう。私はね、今コメントでも見つけたから言いたいことがあるんだけど、複数のポジションを覚えてくださいってすごい言われるんだけど、私も覚えたいって運営さんには言ってて、で運営さんに言ってるんだけど、いろいろな理由があって今はまだっていう状態っていうのを、多分それだけ言いたいかもしれない。それだけは言わせてほしい。私もすごく公園に出たいって出たいって口だけにも人に思われてしまうのも嫌だから、しっかり行動で示そうとしてはいるから、運営さんの許可が降りたらもう今すぐに一日でも覚えてやるぞっていうぐらいの勢いではいるので、今はまだっていう状態っていうのだけ思っててほしい。また変なポーズしちゃった。また思っててほしい。そうなんですよ。そうなんです。思っててほしい。変に真面目な話をしてたのに、またそれもね、真面目じゃなくなってるように見えたかもしれないけど、とりあえず今は1ポジションで覚えてくださいって、覚えてくださいっていうか1ポジションで公演に出てくださいって言われてるんだけど、それもそれで私はなーちゃんだったりあゆだったりコマだったりがさ、その同じポジションなわけで、だからそれも難しいなと思うし、でも公園に毎日いるような人になるっていうのはまたどうなんだろうって難しくなってきますよね。そうなんです、難しいよ。またお水を飲みます。
でも5期生と一緒に頑張りたいって本当に思っています。思っています。5期生と一緒に頑張りたい、本当に。そう、肉球、そうなんです。肉球、5期生にどんな子が入るんだろうってすごい思うけど、なんかもうすごい子が来てほしい。 NGT48 を体現したような子がグループを引っ張ってくれるなら私はそれで構わないし、 NGT48 というグループが絶対にみんなに愛されなきゃいけないグループだから、うん。そうですね。公演っていうか劇場もね、ずっとずっと守っていかなきゃいけないし、一人でも多く劇場をに来てくださる方を増やせるようにって思っています。うん、すごい今ね消極的な発言したかもしれないけど、でも私はその中でもね野望を持っているので、単独センター表題のセンターになるっていうこととソロ公演をしたいっていうことと、公演にいつでもいるような人になるっていうことと、あとまずは昇格とかね。野望って言うとまた変になるけど、絶対に叶えるんだぞっていうつもりで私はここに来ているので。そう、私二次審査の時に単独センター表題のセンターになりたいんですって言ったんですよ。言ったんです、実は面接みたいなやつで。そう、こんなに私は憧れて先輩に憧れて入ってきたんだから、その憧れに手が届くようにアイドルになったまでで、 NGT48 の佐藤ひろかとしてたくさんの目標を叶えていきたいなって思っています。うん、今俺配信中なんだけど、こんなにもこんなにも長く話してしまいました。まだね68位の方までしかお読みできてない。はい、難しいね。どうしよう、全然まだまだだよ。もう1時間、あ、やばい、どうしよう、本当にそう、どうしよう、もっと聞いてたい。でもやっぱり思うことはいっぱいあるし、やっぱ不安なのはみんなが推し変しないかなっていう不安、推し変しちゃわないようにっていう不安がやっぱあるし、これ言っちゃったらダメかなって思ってたけど、やっぱ怖いよね、そこだけ、そこだけしないでね。今書いています。すごい、なんだろう、あ、ありがとう、しないよっていっぱい、ありがとうね、本当に。
今書いてるから静かになっちゃった。そう、ひろかに集中。待ってください、待って、私は大越さんじゃない、大越さんじゃない条例をみんなに唱えろとは言っていない そうなの。よし、いきます。67位、銀さん、ありがとうございます。ありがとね、本当にありがとうございます。すごい静かに書いたから、すごく静かなんですけど、いつも本当にありがとね。銀さんいらっしゃるかな。いきなり急に俺配信に戻ったしこんな感じでこう、やるときはやる、やらないときはやらないを繰り返していきましょう。うん、そうすればきっと早く終わる。みんなを4時間も配信に居続けさせないようにそう、あとは何だろう、日向さんがさ、その選挙のあれになったじゃないですか。すごい日向さんって思ってるそう、お母さんからさ、その日向さんの CM の動画が送られてきてさ、日向さんだって私送っちゃって。そうなんです。待って、やばい、また静かになっちゃった。そうなの、そうなの、そうなの。何が何が何がそうなのそうなの、そうなの。はい、66位、ひろ兄さん、ありがとうございます。いらっしゃるかな、ひろ兄さん。そう、今のね気持ちを書いてみました。アップダウンがすごい配信、見守っていてください今まさにアップダウン、すごい。アップダウンって言うのかな、みんな。アップス&ダウンス、何わかんないな私、なんて言うんですか、抑揚、抑揚わからないな、難しい。ありがとうね、あのひろ兄さん、本当に難しいんだけど。よいしょ、アップダウン、アップダウン。鼻歌でも歌いながら、鼻歌ですか。あ、でもめっちゃ早送りカレンダー最近聞いてて、早送りカレンダーふん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 、わあ、ふん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 、わあ、ふん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 、ふん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 、ふんふんふん、ふんふんふん、はい、あ、はい、書きながらだよね、そうだよね、はい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 。そういえば色ペン持ってきたんだよね。やばい、勉強したくない人のあれだはい、書きますよ、書きますよ、書いてみますとも、見せますとも。うーん、何がいいかしら。やばい、また静かになっちゃった。ダメ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 。やばい、ほんとに。私さ、大丈夫なのかな。
そうなんです。でも多分私生写真誰よりも早く終わったんですよ。はい、かんやとさんありがとうございます。ありがとうかんやとさん、いつも応援ありがとう。これもねちょっと圧が強いかもしれない。アットがついてるってことはお砂糖つけるってことかなって思いまして。ありがとうね、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。マルチタスクね、 YouTube でも流しながらやりましょうか。私 YouTube そうリモコンについてるんだ、すごいでしょ。全然すごくないか。太陽を急がせろ、おお、でも HKT さんのさ楽曲って本当にいい曲ばっか。静かになってしまいましたが、なんかね、何の話しようとしたんだっけ。よいしょ、はい、64位カピオジさんありがとうございます。さっきね私見つけた気がするんだけど、いらっしゃらなかったかな。いらっしゃった気もするし、いらっしゃらなかった気もするんだけど。どうだったかな。カピオジさんありがとうございますね、本当にいつもありがとうございます。配信見に来てくださってありがとうね。これからもねぜひ配信見てくれたら嬉しいな。嬉しいなって思います。いらっしゃるかな。ありがとうね本当に。なんだろう、私待って、なんか今言おうとしたのに、今大事なこと言おうとしたんだけどな。忘れちゃった、もういっか。そうなんです、今日はねもうあっという間に土曜日ですが、この2日間何があったか言いたい。私は熱が出たんです。びっくりした、私はびっくりした、びっくりした私。そう、熱が出ちゃって、熱が出ちゃって、あ、これはできないなと思って。そうなんです、水星楽しみだなってメールで送った後に、熱があることが発覚して、素早い。これからも BGM 欲しいね。よいしょ、はい、できました。そう、病院行ったんです私。病院行ったんだよ。63位 F 健さんありがとうございます。彗星の話してたから、彗星のごとくね、彗星のごとくってどういう意味で使う。彗星のごとくってどういう意味で使います。今みんなに聞きたい、これめっちゃ聞きたいかもしれない。彗星のごとく
彗星のごとくどういう時に使いますか。突然現れる、そうだよね、素早い素早い、ちょっとニアピンニアピン合ってる合ってるかな、ニアピンか、ニアピンだな急にだよね、素早いとはまたちょっと違うよね。うわーうわー、ニアピンでしたありがとう福建さん、本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、なんでさこれを持ってきたんだろうね、これ何に使うつもりで持ってきたんだろう。私これで書いてみます。今62の方なんだけど、めちゃめちゃ中途半端なの。ピンクで書いてみますあ、開いた、今開かなかった、あ、やばい、これ絶対裏写りする、あー裏写りしちゃった、最悪だー、うえーん、めっちゃめっちゃ「い」って書いたらこんなにもなってしまった、うわー、すごい、なんか水星だこれ絶対、すごいことになってしまいましたもうやだー、なんでこうなるんだろう、なんかもう見える。62くますけさんありがとうございます。一回ね、あのくますけさんを実験台にしてしまったすみません、本当に、でもいつもね配信見てくださるの分かってます、ありがとうございます。これダメだね、これ広がっちゃうよ、ダメだよ、ダメですね。次もじゃあ細い方を使ってみる、こっち開かない、わ開かない開かないです、助けて、え開かない、え、あ、こっちだったねえ、うーん開かないです、あ開きそう、ラーメン食べたいな、え開かないあ開いた、開きました、よいしょ、カレンダーウインクは3回そうかあって決めてた4回はおいしい、イエイなんでこんな声が細いんだろう、あ間違った、劇場でもって書きたかったのに、書き直しだ、瞳の奥でささやくわあなたが大好き、やばい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 、危ない危ない、よいしょ、やっぱりボールペンで書きますね、これさ頭の良さが問われる気がする、2個のこと同時にできる人って頭いいって聞いたからさ、私できないから頭悪いダメだよね、極論すぎるかな、極論すぎるよね、
なんかピアノ弾ける人って本当にさすごいよね。こう左も右もってことでしょ。私はできませんね。なんでこれ流れてきたんだ。なんか頭の奥底にあった楽曲が流れてきましたね。はい、61位、マッキーさんありがとうございます。見えますかね。ありがとうございます。ありがとう。さっきマッキーさんいらっしゃった気がする。ありがとうございますね。いつも劇場でね見てくださってるのを知っているし、だからこれからもここでもねぜひたくさん応援よろしくお願いします。ありがとうマッキーさん、ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ、ありがとうございます。50位までは頑張ろう。一回どんなに静かになったとしても話すのをやめてなんか歌おうよ。じゃあ歌わなきゃいけないんだけど、レモネードでも歌いますね。はい、コップにはいくつもの水滴があった、確かあれは暑い夏の日。やばい、全然ダメ、全然ダメです。カラオケさイヤホンないと多分ね流せないから。アイスレモネーね、あのポンコツやったんだよ。ポンコツでね日向さんのポジションをやりました。あ待って、鼻がさ詰まってる、鼻詰まりがすごいからさ、なんか歌うとさ、なんていうんですか、今のなんか難しいな、歌うのが難しくなってしまいます。速度と優越感やばい、今60位の方を書きました。じゃんじゃかじゃかんじゃんかじゃかじゃんじゃんかじゃ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 んじゃんじゃかじゃかじゃんかじゃかじゃんじゃんかじゃ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 ん、前を見れば長い列、何キロ続くのか、永遠に一本道だ、渋滞渋滞渋滞あちょっと出会って恋をしてドライブしただけなのに、横入り割り込みだと大渋あだいぶいぶいぶいどんなに嫉妬されたって関係ないじゃない、あちこち聞こえるクラクション、負け犬たちの遠吠えでしょう。そもそも恋とはサバイバル。だだだだだ。脱落したらそれまでよ。ゲーム
オーバー法定速度と優越感イエイエイエイよりもウォウォウォ。ノロノロ走っても先につかイエイエイエイよりもウォウォ。さこちさこちさこちこち見てイエイエイエイよりもウォウォウォ。はい、今59人の方を書き終わりました。やばい、すごいたくさんの方が初訪問してくれるにもかかわらず私今めっちゃ静か。ダメ、本当にダメダメです。それはナッシングナッシング。一回テレビつけてみようかな一回テレビつけてみようかな。やばい、なじらての音が聞こえる、危ない。待って間違えました。今スライドしちゃった。申し訳ない。で、YouTube つくかな。ついた。ついたけれど、ついたけれど、あ、私ね最近ハマってる言葉じゃない楽曲がありまして、あの私が一番言いたかったことの MV ばっか見てます。一旦それだけ流そうかな。え、いいのかな、流して流していいのかな。ダメだよね、絶対ダメだよね。あ、いいんだっけ、いいのかな、音だけだったらいいのかな。一旦ね、それだけ。パソコンの音聞こえたな。いいよ流すとバンされるよじゃあやめときますね。よし、じゃあ静かに静かに書くぞー。ちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃんちゃかちゃんちゃかちゃんちゃかちゃん。これをさ書いてる時に思い出すのがさ、直筆サインの生写真なんだけど、すごいね、私多分サインがねすごい長くて長いんですよ、めっちゃ申し訳ないんだけど。そう、長いんだけれども、長いからこそ絶対時間かかるってみんなに言われたんだけど、めっちゃ終わりました。すぐよかった。すぐではないかな、大人列車を踊って書いて大人列車を踊って書いてみたいな感じでしたそう、頭をね切り替えてました。マーケーキありがとう。ナイスにでした。そうなんです。やばい、めっちゃ静かになっちゃう、どうしよう。どうしましょうか。一旦イヤホン持ってくる。一旦イヤホン持ってきましょうか。一旦ね、一旦。
よし、イヤホン持ってきたよ。ただいま。ただいま、聞こえる？よし、じゃあ。あ、そう、あれですね、初めてのね、お仕事みたいな、私が今まで挑戦したことの最近やったんですけれども、なんだろう、自分のね、聞こえる？聞こえる？聞こえる？大丈夫？何がいいかな。ちなみに歌いませんので、私の好きな曲を流していきます。聞こえてる？私の好きな曲だけを流していきます。裏の音を聞くのが素敵ですね。
わっちゃった、終わってしまいました、終わっちゃった。本当にいい曲、私大好きこの曲。言って今53位なんですけど53位です。今余計書くのが遅くなってるすいません、本当に。やばい、また静かだよーだ。ちょっとシュールすぎたからさ、どうしましょう。なんやかんや進んだよ。なんかあるかな。いいや、流すのやめよう。あれ、取れない。I wanna do ラーメンが食べたいラーメンが食べたいです。雨降ってなかった、雨降ってると思った。よいしょ、これからも全力で。食べる人がいる。今はね、なんか私常に味噌ラーメンが食べたい気分なんだけど、今は醤油ラーメンが食べたいですね待って、51位までね今日は。じゃあ書いてくればよかった先に。なんかこうなってしまうんだったら先に書いてくればよかったです。なんかカップ麺が食べたいんだけど、カップ麺は良くないから最近は食べてないです。でもカップスープを食べるようになりましたさあ、あのね、病人の体にはすごく染みてくるんですよ栗かぼちゃのポタージュ栗かぼちゃのポタージュ、めっちゃあのなんだろう、熱出てて、あ死にそうってなってる時になんか染みてめっちゃ美味しかった。あとなんていうの、あのなんだっけ、トマトのなんかスープパスタみたいなのも食べたんだけど、ぐるぐるのさマカロニみたいなやつと。話の途中で落ちちゃったそう、あの本当に美味しくて、あのなんて言うんですか、私あれなんですよ、まあ、基本食べれるんですけど、あの風邪ひいててもご飯食べるの大丈夫なんですよ。なんていうの食欲が風邪ひいててもある人なんだけど、なんかお腹は空いてるけど食べたくないっていう気分になっちゃって、その時に、でその時に食べたのがスープパスタで、あ、味噌汁
スープでお腹をいっぱいにするっていう策がこういう時に取ればいいのかっていうのを学びましたね。いやいやいや、あ、51位まで書き終わりました。長かった。ここまですごくみんなには静かな時間を過ごさせてしまいました。でもなんかすごいね、書いてる時間は私苦じゃないんだけど、あの配信しながら書くってなると苦でした。ダメだよ、あのなんだろう、なんていうんですか、このこれは事前に準備するべきものって今自分に思いましたね。だから明日は配信できないか、もしかしたら7時以降に配信するかも。そしたらもう全員分書いてる。私一回51位まで読ませていただいて、でそこから配信を一回やめて書き終えて配信をまた始めます。そう、あのね、私は2つのことが同時にできないっていうのに気づいてしまいましたので、そう、二部制でお送りしたいなって。で、あの今ねすごいなんて言うんですか、あの自分のお名前を呼ばれると思って来てくださった方にはすごく申し訳ない、本当にすみません。はい、じゃあ行きますね。60位、ちっちーさん、ありがとうございます。ありがとう。私は新潟のように広い大地にたくさんの魅力が詰まった人になります。ありがとう、ちっちーさん、これからも配信見てくださると嬉しいです。ありがとう、ちっちーさん。それじゃあ次いきますね。はい、次、59位、 R245 さん、ありがとうございます。ね、ここにお砂糖マークがついてるのね、ずっと最初の時からお砂糖マークついててありがとうね。本当にこれからもこのお砂糖マークは消すことなく。あ、本人がいる、ありがとう、ありがとうね。こちらこそ本当にこれからもこのお砂糖マーカー消すことなく。ありがとうね、本当にこれからもよろしくお願いします。ありがとうね、ありがとう、砂糖マーカー消さず。それじゃあ次いきますね。はい、58位、春507さん、ありがとうございます。 DDさん。これからね、本当にこれからもよろしくお願いします。よくね、配信見に来てくださってるのを知っているので、これからもぜひ気軽に見に来てくださったら嬉しいです。ありがとう。これをね、じゃあこの配信が終わったら一旦これを全部、あ、いらっしゃる、ありがとう。ありがとう、こちらこそありがとう、ありがとう、こっちのね、ありがとうございます、ありがとうね。これ等にするべきでした。ありがとうね、本当にこれからもよろしくお願いします。それじゃあ次行きますね。57位、まつくんさん、ありがとう。まつくん、ありがとうございます。ありがとうね、よくね、あの劇場でも見ますが、ありがとうございます。本当にいらっしゃるかしら。ありがとうね、本当に配信いつも見てくれてありがとう、ありがとう。あ、いる、ありがとう、こちらこそありがとうね、いつもありがとう。これからもぜひ応援してくださったら嬉しいです。ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。それじゃあ次いきますね。56位、ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。
いらっしゃるかしら。ハブトゥーセーブさん、ありがとう。ありがとうね、本当に。いらっしゃるかな。ありがとう、本当に。これからもぜひ応援してくださったら嬉しいなって思います。ロカッピのことよろしくお願いします。ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。はい、じゃあ次、55位、哲夫さん、ありがとうございます。ありがとう哲夫さん、ありがとう。いらっしゃるかな。私さっき見たよ、哲夫さんさっき見た気がする。あ、いたいたいたって言っちゃった、ごめんね。ありがとうございます、哲夫さんね、いつもコメントありがとうね、本当に。これからもたくさんコメント待ってますね。ありがとう、ありがとうね、哲夫さん、ありがとう。またね、ありがとう、本当に。これからもよろしくお願いします。あー、すごいいっぱいバラとかもありがとう、本当に。先ほどからケーキとかもありがとうございます。はーいかわいい、はーい、はーいの、はーいのさ、この伸ばし棒がうにょうにょなのかわいいありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。54位、太郎さん、ありがとうございます。太郎さん、ありがとう。いらっしゃるかしら。いるかな、見えないぞ。いるかしら。ありがとうございます、太郎さん。あ、いらっしゃる、ありがとうございます。よかった、いらっしゃって。ありがとうね、太郎さん、いつもね、本当に配信見てくださってるのをね、ありがとうございます。これからもぜひ配信待ってますね。ありがとう、今日もね来てくれてありがとう。ありがとうございます、ありがとうございます、太郎さん、ありがとうございます。はい、じゃあ次いきます。53位、マサさん、ありがとうございます。いらっしゃるかしら。マサさん、ありがとうございます。見えるかな。すごい、マサさん、ありがとう、本当に。あのね、劇場もね、よく来てくださるし、これからも劇場でも配信でもぜひひろかっぴのこともよろしくお願いします。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。それじゃあ次に行きますね。52位、なべちゃん、ありがとうございます。ありがとう。なべちゃんいるかな。たくさんね、配信ありがとう、見に来てくれて。これからも配信は続けていくつもりなので、ぜひまた見に来てくださったら嬉しいです。ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。そして今のブラスト、51位、いちごちゃん、ありがとうございます。ありがとう。で、公演でもね、よくあのひろかのひろかコールをありがとうございます。公演でも配信でもね、これからもぜひたくさんたくさんぜひ応援してくださると嬉しいです。ありがっぴありがとうございますありがとうね、本当に。ありがとう、こちらこそ。よくね、コメントもたくさんしてくれるし、ありがとうね。これからもあの変わらずずっと好きでいてくれたら嬉しいなって思うよー思いますって言うとなんかすごいよそよそしくなっちゃうから、思う。ありがとうございます。ありがとう、大好き。ありがとう、こちらこそ。ありがとうね、本当に。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。本当にここまでお名前をねお呼びして、すごくね皆さんには終わりましたね、一度ワンちゃん、違う、ハーフ、ハーフ、ワンハーフって言うと違うからハーフ、前半の部ハーフ、ハーフ、なん
だっけ、前半ってハーフなんちゃらっていうはずなんですけど、第1部ありがとうございました。私は今からこれを全部写真に撮ってチャットに送り、そしてこのあと50位から1位の方まで書いてまた配信を始めたいと思います。何時にしよう、8時半とかなのかな、何時っぽいかな、9時とかかしら、何時っぽいですかね、何時っぽいですか、全然すごくないですよ。20時半からはなんだ、あと何部必要かな、いや私は今までに全部終わらせて、あ、日向祭りさんあったのか、そっか、7時から、7時半から、8時からにしよっか、じゃあ8時からにしましょうか、8時半からとかがいいかな、そう9時からだと終わらなそうだから8時半、いや8時、難しいな、どっちがいいかな、8時8時がいいかしら、8時半がいいかしら、8時かな、8時にしよっか、一回ね猶予を持ってね8時にしましょう。8時からじゃあまた第2部を始めたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうね本当に。8時また本当にポーズがダサい、8時多分全部書き終えてるから、次はねあの私の部屋でやりたいと思います。ありがとう、こんなお昼時にね配信見に来てくれてありがとうございます。たくさんの方が見に来てくださって変な配信になってしまいましたが、ありがとう、本当に自然光ですごく漏れた配信ができました、ありがとう、ありがとうね。それではまたよろしくお願いします。8時からまた待ってますね。あ、ありがとうケーキ、あ待って、男女読みするの忘れた、危ない、男女読みする前に切ろうとしちゃった、申し訳ないです、すみません、男女読みしますね。はい、じゃあ行きます。13位もちちゃんありがとうございます。12位かんちゃんありがとうございます。11位けおさんありがとうございます。10位姫あっと神押さんありがとうございます、ありがとう。9位オクタゴンさんありがとうございます。8位なおくんありがとうございます。7位たからさんありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。6位ビルバラさんありがとうございます。5位ゆうくんありがとうございます。4位こんちゃんありがとうございます。3位とみのすけさんありがとうございます。2位かおさんありがとうございます。そして1位は松尾さんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。本当になんかたくさんね長い時間付き合ってくださりありがとうございます。次はねあの全部書いて皆さんにお礼をさせていただきたいと思います。ありがとう、本当にありがとう。全然疲れてないです正直、全然疲れてないです、はい、全然疲れてない。またねなんか話したいことがあったら話しながらまた皆さんにお礼をさせていただきたいなって思うので、話のネタを話のネタを掘って頑張ります。ありがとう、危なかった今、ありがとうございました。それじゃあまた8時から待ってます、ありがとうね、また待ってます、ありがとう、またね、後ほど、ありがとう、またね、楽しんでください、ありがとう、またね。